構造設計とビム、オートキャドということで、アド設計鈴木二さんより、セッションを、お願いしたいと思います。ドッカンドッカンいろんな話題が出るということを楽しみにしているので、よろしくお願いいたします。構造設計とビム、オートキャド、つながるレビットということをテーマにお話しさせていただきます。鈴木と申します。どうぞよろしくお願いします。実はこの後の O1 グランプリにおっさん山にエントリーしてしまいまして、そっちの方がめちゃくちゃ今緊張してますアーキーキャドかレビットやったらええのになと思ってますが、はい、いきますはい、このセッション、写真は大丈夫ですので、でも一生懸命撮らずにどんどんスマホで写真撮っていただいたらと思います。まず自己紹介させていただいた後に、今日お話しすることはレビットでオートキャドを使う、レビットでオートキャドの図面を使うというんです。もう一つはレビットからオートキャドの図面を作成するということです。次に、都市モデル、都市の地形モデル、あるいは都市の建物モデルに、レビットモデルを呼び込む。それから次にレビットとレビットライブを使うということで、もうすでに阿部さんがお話しされているので、さっと言った後に一番新しいテーマとしてレビットで ST ブリッジ、構造の人がよくご存知だと思いますが、 ST ブリッジデータを使う、最後に鉄筋モデル、これをレビットで作ろうというお話です。ちょっとね、今緊張して息が苦しくなっているすべてO1グランプリのせいで、1954年大阪生まれ、アド設計代表です。建材メーカー勤務後、1991年、兵庫県西宮市に、一級建築士事務所アド設計を設立しました。基本的に私、構造設計です。構造設計一級建築士ですので、うちの奥さんは、あんた棚作ってやって大体棚作る担当の構造設計ですソフトウェア開発を主な業務とする建築専用アドキャドというのと、オートキャドアプリケーションアドメニューの開発販売も手掛けています。主な著書に徹底解説オートキャド LT2016 シリーズやオートキャド大辞典、それから中央工学校大阪大阪工業大学、今なぜか評判になっている岡山理科大学の非常勤講師をしております。それから2011年5月には BIM ラボという BIM を中心とした組織を結成しまして、どっちかというとこうオートキャドを中心やったんですが、ちょっとこっちの方、BIM の方に体重を落としつつあります。で、字はよく似てるんですが、アーキキャドと呼びます。グラフィソフトというオートデスク社のライバルの写真です。これをここで堂々と出すのはユーザー会だからです。それから数年前にオートキャドの達人が教えてくれるベストテクニック100を出しまして、柄にもなく達人と呼んでくださいという立場やったんですね。ところが去年神テクっていうのを出しました。もうこれ以上上がない、神死ぬこともできないになりました。でなってフェイスブックにですね、こんな出来事がありました。私が、画素ゼロがオフの場合、オートキャドでデフポイントレイヤー上のオブジェクトは選択できませんっていうナレッジベースの書き込みを紹介して、えっと思って、知らんかったって書いてあるんですね。よいしょ。なんとこの人、橋爪直美さんでした。この人神なのにその下なんですけども、ユーザー会の会長星野和美さんが嘘を神やのにという話です。でさらについ最近、6月なんですけれども、ビム施工図入門ということで、施工図関係の本を岡島建設さんと一緒に出しました。これも、アーキキャドで作るっていう、ね、決してオートキャドではないということです。でそのどんどんこの宣伝ばっかりするんですけども、出版記念セミナーを7月4日にありまして、今隣では、CAD オペ女子会ですかのやってるんですけれども、これのポイントはですね、
ビムで変わる働き方ということで、ビムというものがどんどん導入されたら、家庭であるいは障害を持った人たちがそのハンディキャップをもろとせずに問題とならずにやってできるよという、そういう時代がやっと来ましたねというような話をするつもり、そういうことをテーマにした珍しいセミナーをするつもりです。で、次どんどん宣伝いきますよ。ハード設計の方はオートキャドをベースにしたオートキャド OEM 製品、アドキャド、料理が趣味でして、ケチャップも自作なんです。この時期ね、ケチャップ安いから皆さん簡単に作れますから、ぜひどうぞということで、アドキャドいうのを今ちょうど開発中です。古いバージョン出てるんですが、新しいバージョンで出します。で、真面目な話、今までも真面目なんですけども、レビットでオートキャド図面を使うということで、皆さんご存知どっかどうか分かりませんが、レビットというビームオートデスク社のアプリケーションなんですけれども、そこに PDF の図面を読み込むことはできません。これが非常に悲しいです。というのは、構造屋ですから衣装図どっかからもらったり、レビットの図面じゃないわ、他のビームで作られたPDF をもらいます。で、これを下敷きにして、せっかくやろうと思ったのにできないということで、実際にはどうするんやって言ったら、こちらですね、これ PDF です。で、これをオートキャドに読み込むという一旦操作が必要です。で、この PDF をオートキャドに読み込むというところが、オートキャド 2017.1 からめちゃめちゃ賢くなりました。どう賢くなったんやって言ったら、今日はあんまり時間がないのでお見せできないんですが、一本一本の線を線として認識します。それから文字を文字として認識します。それからオートキャド独自の、これオートキャドで作られている場合だけですけれども、 SHX フォント TXT とか、何だったかな、そのあたりのフォントだと自動的に文字と認識する機能がつきました。この文字認識の機能については正しいが入ります。漢字はダメです。それから文字がこの寸法図のようにこう斜めになってたらダメです。ですので、TXT フォントじゃないトゥルータイプ MS ゴシックなんかのやつはもう完璧に読み込みます。それをデミットに DWG リンクあるいは DWG 読み込みで読み込むという作業が必要です。で、ここは多分ちょっと座ったら落ち着いてきました。修復不可能な色。ちょっとなんか運が悪いんですよ、私。レビットを再起動します。で、先ほど私はすごい座ってたんですけども、隣の人と挨拶しましょうって、隣の人と挨拶したら、私のデスクトップを見て、すごいですねって、むちゃくちゃですねみたいな感じで、それぐらいたくさんソフトを使っているという話なんですが、でも、基本的にはこの下のタスクバーでしたかね、に表示される程度のものしか使っていませんということで、じゃあ PDF を DWG に持ち込んでから読み込んだものがこれです。構造屋と言いましたけれども、たまに衣装設計もします。それの分かりやすいように2階のところなんですが、いくつか文字は、ぐちゃぐちゃになってますね。これは、ちょっと原因は忘れました。多分欠けてるんだと思います。黒バックに黒で書いてるからこうなってるんだと思います。非常に気になるのはこういうところなんですね。10メーター飛び10という寸法が入ってます。これをじゃあPDF から DWG へ持ち込んで貼り付けたということですので、これを計測してみます。よいしょ。ちょっと後ろの方で見えにくいかもしれませんが、 10m9.9 という表示になります。これは仮寸法の表示を大きくするという設定があるんですが、鈴木知らんのかって言わんといてくださいね。やんの忘れただけだし、これ2018でちょっと新しいので、10m9.9 となります。多分 9.9998 ぐらいになっているかと思います。で、これは実は嫌なんです、我々は。でこの
算のために何か他のことに影響してきたり面積表示で変わってきたりする可能性があるので、じゃあそれはどうするんやったら、オートキャドに PDF を貼り付けた時点でスケールコマンドで大きさをピシッと合わせておいて、それから読み込まなあかんと。でオートキャドからできたやつ、あるいはアーキキャドからできたもの、あるいはレビットからできた PDF ならそれで縦横ピシッと合います。大体マイルと合います。ところがかなうのは JWCAD です。 JWCAD で作られた、PDF を読み込んで DWG に貼り付けてやったら、縦きっちり合わせたのに横が合うてへんとかですね、精度の問題で敷地はしっかり合うてんのに建物の位置があかんとか、そういう問題が起きるので嫌いです。私も嫌いで誰かいない。ありがとう。で、正午差はやむを得ないと今のところはそう思います。で、まあ、それでいいんだっていうふうに割り切ってですね、エレビットでもう一度柱を位置を決めていったらそれでいいかなとも思いますが、次、まあ、非常に迷うところなんですけれども、これをこの図面を見てください。これ実際に、私どもが設計を、まあ、補助的にオペレーター的にやった、病院です。で、まあ、建築のプロの人が見ていただいたら分かると思うんですが、廊下があります。両廊下というやつですね。で、廊下幅は2700かな、ないといけません。でそれは手すりの内打ちで2700です。で当然それぞれの廊下は車椅子なりストレッチャーが入れる、すみません、それぞれの部屋は大きさ、開口幅が有効開口幅として必要です。さあこれをレビットで今モデリングしています。この時点でこう見てください。この療養室、こっちがここですね。2700以上だから今2736あるから大丈夫ですね。で有効開口が多分1100ぐらい必要なので、このドア使っている限りは大丈夫です。ところがこれ柱あります。ここ壁あります。本当はこういう単純な引き込みドア、壁の中にスッと入っていく片引きのドアを使いたいわけです。使いたいんですが、ここはここに柱があって、それをやると、ここにまあ手洗いもあるので、それの空物等があったりしたら、ここのドア普通のドアではダメかもしれない。これはまあ普通に建築設計者いつもこんなことを考えてるわけですね。でこれがもしこの段階、まだ接種と打ち合わせしてる段階、あるいは、業者が決まってない、建具屋さんがまだ決まってないという段階だったら、どこのメーカーのものを使うかわからないし、でこの時に設計者は必ずこう言います。だからレビットは使われへんねんというふうに言います。で、まあ、実際には これですね、こっちが安いから使いたいんですけど、こういう二重引き込みはちょっと面倒くさいし、値段も高くなるし図面も変わるということなんですが、で実際にはこの二重引き込みを使ったわけですけれども、ここで非常に迷います。で設計者はファミリーがない、二重引き込み度がないからビームって使われへんと。で、特に私世代の設計者は必ずそう言いますね。どっかそのファミリーとか作ってくれるとこないんか、ビームラボを頼んだらどうや、大体言うてくれるんですけれども、そんなことでいっぱいいっぱいドアをほんまに作らないといけないのか、これはレビットでもアーキキャドでも同じですが、そうでない方法っていうのをもっと考えようと。で実際、オートキャドで2次元のキャドで図面描いてた時もそんなに細かいこと書いてないでしょ、とりあえずドアで、有効開口1100必要とかいうことは書くかもしれんけれども、最後の最後に二重引き込み度にするかどうかってことを決めてるでしょうということで、じゃあファミリー作らずに、大変面倒くさいことやらずにどないしたらええねんっていう話がこちらです。よいしょ、一回ずつ閉じますね、怖いな。まず、まあ、これはもうすでに作ってあるんですけれども、これが普通のオートキャドの標準といいますか、ジャパンコンテンツが、ラグのファミリーとして入っている片引き度、ドア構成大枠片引きスリット窓付きっていうのは、まあ、こういうものならオートキャドじゃないです、ごめんなさい、レビットに標準でついてますというふうに、私すぐね、製品名間違えますから、製品名間違えた時は皆さんの方で解釈しておいてください。特にアーキキャドとレビット間違えた時は苦笑いしながら皆さんの方で翻訳しておいてください。でこれを例えばファミリーを編集で見てみますと、
まあ、こんなドアなわけですね。で、A 面で見ると、よし、もうこういうふうにしっかりパラメータ付きで書いてあるわけです。これをファミリーを作らないといけないんですか、作り直さないといけないんですか、3次元も含めて二重引き込み度っていうのをモデリングしなければいけないんですかって言ったら、それはそんなことないでしょっていうのが一つで、具体的に言うと、今までの図面をそのまま採用して、とりあえずこのこれぐらいのドアを分かる範囲で書いておいて、実際のシートにはあ、ごめんなさい、こちらですね、こういうファミリーを作ったらどうですかと。これは詳細コンポーネントと言われるドアではありません。単なる、二次元の平面図です。これこう作っておいて、これなら簡単に作れます。どう簡単に作れるかっていうと、オートキャドから持ってきたら終わりです。オートキャドで作って、じゃあこれファミリーエディターでいただきますが、オートキャドで持ってきて図面を、挿入で貼り付けて、いらん線を消してるだけです。もちろんこの時判断が必要です。こういうところちょっと残しとこうかと、袋になって最後閉じていくところやからとかいうふうなこと で、でしかも最近ですと、それぞれメーカーが、DWG なり DXF をの、キャド図面集持ってますので、あ、こっち二重引き込みの方があった、じゃあ二重引き込みのこれもファミリーエディターでいただきますが、詳細コンポーネントとして作ってしまえば、そのままシュッとまるでレビットで作ったモデルのように貼り付けることができます。ただしもちろん3次元にすることはできないから、 3D の内部パースを取った時には二重引き込み度にはなりません。でもそれで良かったものを今更その難しく考えることはないんちゃいますかと。でもちろんこの場合だったら、病院の関係者、ナースなりドクターなりに、内部パースを見てもらって打ち合わせをするわけですけども、その時も口頭で、すみません、ここだけ二重引き込み度よりちょっと高いドアになりますわぐらいのことを言っておけば、もちろん最後の、実施設計、お金を計算する時にはちょっと、まあ、それではまずいんですけれども、で閉じてしまいましたね、いけるんじゃないですか。オートキャドからも でまあこの問題は橋爪さんに任しといていける？はい、いけてますね。はい、はい、私がコンセントちゃんと挿したことです。で、もう一つは、製図ビューで完璧に二次元の図面ということで、オートキャドから貼り付けた製図ビューを作っておいて、シートの方に貼り付けたらどうかということです。でこれも、やり方はそれぞれありますけれども、一般的な製図ビューということでよく入門とか出てますので、やっぱり開きましょう。気持ち悪いから、ね、ここですね、製図ビューっていうところに、これも全くカタログから持ってきて貼り付けた、オートキャドそのまま貼り付けた図面です。ただしちょっと私はそのままでは嫌なので、レイヤーだけはきっちり整理をして、赤と黒、当時中心線とゼロ画素かなんかで表示できるようにしています。一般の引き戸、それから平面図で、これぐらいを書いておいてですね、シートを作って、そのシートに今の平面詳細があったら、ここを丸して引き出しでもして、あるいは、詳細図記号でも入れて D1 これっていうような形で済むんじゃないかなと。実際の見積もり段階でもそれで済むんじゃないかなというふうに思いますので、私からの提案ですが、ファミリーがないからビームは使えないというのについては、もう一歩考えてみたら少し解決するんじゃないかなと思います。次、今はオートキャド図面をレビットが使う方です。逆ですね、レビットからオートキャド図面を作成するということで、まず SS3 コンバートっていうのがレビットにはすでに、エクスチェンジストアからサブスクリプションユーザーに限りという、ちょっとケチくさいんですけれども、お金払ってる人は
SS3 コンバーターを持ってきます。これます。で、それで構造モデルっていうのはシュッと立ち上がります。この図が SS3 でエレベーターのタワーです。これはちゃんと真面目に設計した。普段いつも真面目に設計してるんですが、確認申請が必要だった、こんな小さいものですけども確認申請が必要な構造モデルです。で、SS3 から持ってきて、こういう継ぎ手です。これを入れましたよっていうのはこのモデルです。で、これも今日は見ていただきますが、これですね。で、目的は何か。今回の目的は、SS3 で一生懸命私が入力したので、ポンポンポンと。まあいいや。ポンポンポンとモデルが出来上がったよ。そこまで簡単です。で、針、柱があって、SS3 って割と賢くて、このダイヤフラムの厚みまでちゃんと入っています。で、これぐらいのモデルはすぐできます。で、まあ、残念だったら、ちょっとこのダイヤフラムの内面合わせとか外面合わせが綺麗に合ってなかったとか、いろんな問題があったんですけども、これに継ぎ手を入れました。この継ぎ手を作るのすごい大変です。で、私が作りました。で、Ado 設計のホームページから無料でダウンロードできます。これは、東北震災以降、熊本震災支援という意味で無料でダウンロードできるようにしてますので、ぜひ、いわゆる、SSCH かな、H 型号標準継ぎ手、こういう大力接合と呼ばれる接合の M16、M20、M22 っていう普通配点を使った継ぎ手だったと思いますけれどものモデルです。で、イラン柱や針を取りました。で、これここはちょっと今見ないでください。後で話が出ますが、で、それさえできたらシートをポンポンと作れるやんかと。だからファブのいわゆる工作図、ファブが使う製作図、これを一発で作れるんじゃないか。で、ちょっと自慢したかったんでやってみました。よいしょ。工作図 C-01 柱の工作図です。で、断面図のビューをあちこちを切ってですね、こんな風に 作りました。大体柱の工作図見られた方は X 方向と Y 方向があって各階の断面があって下から上まで部材の断面があるよっていう、まあそれらしいですね。で、これをあるファブに見せたところ全然あかんと。あ、ごめんなさい、その前に今のレビットで作ったシートをオートキャドに書き出します。で、ここにもいくつかコツはあります。オートキャドの制作図を作るときにはこういう、設定ファイル DWG 書き出し設定をする必要があります。で、これも、各社しばらくやっぱり専任の人を置いてこればっかりやることが必要なぐらい考えることがあります。つまり柱はどの画層に書き出すんや、それから寸法はどういう画素に書き出すんやというようなことを一つ一つ設定していく必要があります。で、例えばですね、簡単にやっちゃって通り芯は、何々画素に書き出すんやってやってしまうと通り芯記号の丸までが一点差線になっちゃったとかですね、そういういろんなことがあったりするので、丸っていうのは記号符号を示す丸ですね。で、いろんなことを設定しながら、まあとりあえず今回はしてません。米国建築家協会標準 AIA 標準のやつで書き出しました。で、書き出したところですね、ファブに見てもらうと針を継ぎてるんで切断しているわけではない、単に針一本あってその真ん中に、継ぎ手の詳細を彫り込んでるだけですから、柱一本あたり、組んだ柱一本あたりの重量がわからない。針の継ぎ手分の転接板やボルトは非表示にして穴のみの表現にならない、要するに板はなしにして柱側の仕口、柱側の、ブラケットの方は穴だけしかないというふうにせないといけないのに、これじゃ工作図にならないよと。それと大針と小針はピン接合してるんですが、そこの接合部のディティールのモデルがない。だから溶接、貝先、スカラップの詳細など別の部分詳細が必要になると。まあいるんですけれども、それからもう一つ非常に大事なことなんですが、一般的にまあ工場ですと、自動機械でポンポンと切って貝先を取ったりします。そのデータにつないでいないじゃないかと。そんなもの使えるかと、汚い言葉ですがボロクソに言われたわけです。 これですね、確かにそうです。形しか出してないだけなんで、それじゃあかんよということで、この手があったかということで、今日は
本邦初紹介アドバンススチールっていうのをちょっとみんなと一緒にこれほんまに使えるやろかと考えてみたいと思います。まずレミットガーで 3D のモデルを見ます。で、今言ってたのはそういうことで、そういうことって分かれへんけど、ここで今別の針を作りました。それからこういう小針を作りました。で、こちらにはもあります。で、アドバンススチールというオートデスクの製品があります。オートデスクの製品があるんですが、これは、日本では発売してません。で、もし皆さんが、何人おられるか分からないけど、60人か70人おられるみんなが、いやこれええやん、これ絶対日本で売り出してよと、今日着てるオートデスクの人に、オートデスク T シャツを着てる人を捕まえて話をしたらですね、きっと、あ、よっしゃ、これは全部日本で売れるから売ろうと言ってくれへんかなと期待しています。で、ここにですね、エクステンションじゃなかった、アドインですね、この中にアドバンススチールエクステンションというのが、オートデスクのアドバンススチールという製品をインストールしたら、不思議なことにレビット1にこんなコマンドが出ます。レビット1に出来上がります。で、レビット1には実は初めからものすごい機能がついています。どんな機能かというと、継ぎ手を作るという機能です。で、ところが構造の中の継ぎ手というところに、それはあるんですが、日本ではまあほとんど、ごめんなさい、接合というところにあるんですが、で、これのまず設定から始めてみたいと思います。レビットの話です。で、レビットのしかも構造系の話ですから、レビットの衣装しか伝わったことない、構造知らんっていう人はまあ寝取ってください。これですね。こんな設定ができます。で、このうち、使うものを右側に持ってくると。今ここに持ってきてるのは、エンドプレート形式ですね。フロントプレートスプライス、それからスプライスジョイント、それからシェアプレート、先端接合という、まあ、3つだけこっちへ持ってきてます。まあ、重くなると嫌なので、その3つだけ使うよと。昔はここが、左側がもう4つか5つしかなかったんです。今はかなり使えるようになったので、日本型の接合、いわゆる先ほど見せた針の合接合とか、大針と小針のピン接合なんかが使えます。使えるようにやっとなりましたので、今日は見てもらうんですが、じゃあ一旦これ設定してロードしておいて、例えばこの継ぎ手、今エンドプレート接合になってます。ここに書いてあります、フロントプレートスプライスになってます。これを切り替えてスプライスジョイント、合接ですね、これに切り替える。よいしょ。まあ、かなり時間がかかるのは難点なんですが、これ報告送信しておきます。あ、ごめんなさい、やろう思ったけど、あのネットに繋がってないんであかんわな。修復不可能だよ。まあ、できたとしましょう。であそこで接合したら、かなりきれいにできます。2018なんか私だけかもしれません、安定してません、レビットですね。で、そうすると、先ほどのソフトレビットから、アドバンススチールというところにエクスポートすることができます。エクスポートです。書き出すことができます。で、しかも、リンクします。アドバンススチールで直すと先ほどのものが変わります。で、で今こちらの針でなんで鈴木はやれへんかったんやということなんですけれども、これはこの針が日本の実使用の針なのでできなかったんです。で、完璧に落ちました。日本の実使用の針を対象に継ぎ手を作ったりやるとダメでした。ので、今標準としては、他の基準、アメリカであるとか、DIN とかいう標準の針、H 型工しか対象として継ぎ手がストンと作るようなことはできません。で、
アドバンストスチール2018イングリッシュを起動して、そこはぜひ見ていただきたいので見てもらいますが、安定してなかったんであれですが、何かというと針を選んでこれを工作図にってやると一品ごとの工作図がストンと出来上がります。それから先ほどやったって言って結局落ちちゃったんですけども、針継ぎての変更であるとかボルトの本数増やしたりゲージを変えたり列数を変えたりっていったことが、1回でできます。で見てください、何か見覚えありませんか、これ、オートキャドです。オートキャドのアプリケーションです。もちろんワークスペースを切り替えることによって、普通のオートキャドに変えることもできます。全くのオートキャドです、英語だけですけれども。ということでオートキャドアプリケーションです。構造モデルをオートキャドに書き出して、で継ぎ手を設定して、あるいは逆ですね、レビットで設定をして工作図を作って、それが相互に変わる。それからもちろんビーボムっていうんですけれども、部材一個一個のリストであるとか重量表とかも出来上がるということで、そんなアプリがあるよっていう程度に今のところ見ていただけたらと思いますが、ある意味一つの方向じゃないかなと思っています。これ、こういうモデルですね。レビットから書き出された、もちろんサンプルとしてついているものですけれども、モデルです。でこれなんかも、そのまま重量が出て工作図ファブに渡せる図面になって、で NC へ渡せるかどうかは調べきれてませんが、一つのこれからの我々の仕事のありようっていうのかな、レビットかオートキャドか、何々かっていうふうにこう分け切って自分の仕事を考えるんじゃなくって、一つになって区切りがなくそれぞれのところで使えると。で何でもかんでも三次元、何でもかんでもビムっていうことはないと思います。で去年もアメリカでオートデスクユニバーシティに行って聞いてきましたけれども、やっぱり施工図であるとか工作図であるとか製作図は二次元です。で彼らはやっぱり二次元で工場で作りますので、板金の例えば水切りの板の曲がってるやつなんかでも二次元と三次元組み合わせてますので、そんなに何でもかんでも三次元で彼らはやってるぞ、世界は三次元っていうことに乗る必要はなくって、ビムと二次元うまく組み合わせたらいいんじゃないかなっていうふうな話をしたかったがためにここを一生懸命やってたということです。よいしょ。ということと、次です、インフラワークスを使うということで、都市モデルにレビットを読み込むという話を少ししたいと思います。で、インフラワークスで、国土地理院の都市情報というのは読み込むことができます。でこれは、オートデスクがもうすでにそのために PDF1 冊書いてますので、ぜひとも中身を見ていただきたいんですが、なかなか冒険するんですが、ここで iPad に切り替えて果たして見えるかどうか知らんけど、大阪人はすぐ知らんけどって言うんですけど、それ多分出ない、はい、多分出ないそうです、はい、ごめんなさい。オートデスクインフラワークス300インフラワークス360のセルフラーニングテストテキストっていうのがあるので、国土地理院の地図情報っていうような形で検索してもらったらすぐ出てくると思います。で読み込みました。で読み込んだら、いらんことしました、読み込んだら都市モデルがポンと出来上がります。これは3次元で出来上がります。で、ビルの高さなんかは入ってませんので、適当にこちら側で設定します。でそこにレビットのモデルはスッと入れることができます。ので
これは私が住んでいる西宮浜というところの空き地を国土地理院の情報から表示して、ここ道路ねってポンとクリックすると、なんとこの洋風の道路、こんな綺麗な街ではないんですけれどこの洋風の道路が出来上がって、この敷地に、レビットのモデルをピッとこうやって入れることができたと。でこの交差点に立って、もう本当じゃないんですけれども、この交差点に立ってその建物を見ると、じゃあ背景にあの病院があってこれが見えるねっていうようなところぐらいは大体のええ感じにできます。もう理想です、これはね。私がしたいのはこういうことやったんです。じゃあこれ AR で、AR ちゃうわ、VR でぜひ見せたいなということで、先ほど阿部さんがやってた、レビットライブに持ち込ん でこれインフラワークスのやつを持ち込んで、建物が西宮浜の町の公団住宅 の病院の前にあるところを歩き回りたいなと思ったらできません。インフラワークスと、レビットとオートレビットライブ、この3つを結びつけることは残念ながら現在のところできません。ここは現在のところと3回言うとけでオートデスクの人に言われているので、現在のところです。将来できるかどうかも知りません。で次です。次は、レビットで ST ブリッジデータを読み込むという話をしていきたいと思います。 ST ブリッジっていうのは、昔の IFC、 今の、ビルディングなんだっけ、ビルディングスマートジャパン、はい、が、いろいろ、ね、この年になると助けてくれる人がいっぱいいたので助かるんですが、がの構造部会というところは、日本標準の構造の共通データ、つまり、レビットでも CAD でも、あるいは非常に大事なところでは構造計算ソフトです。一貫計算ソフトでも同じデータを使えたらいいねということで、ほぼそれが完成しました。ということで、ST ブリッジデータが各社使えるということを非常に売りにしています。で、レビットで ST ブリッジデータを読む前にって書いてるのは、アーキキャドで読んだ絵です。で、アーキキャドで読むことができます。で、アーキキャドで読むときはほとんどワンクリックかツークリックでストンと出て今の絵になります。ところがレビットで読むとちょっと時間はかかりますけれども、こういうふうにいわゆる構造モデルとしてです。ここが接点ですよ。ここに開口がありますよ。窓の開口がこれぐらい開いてますよっていうようなデータを含めて、どれが構造部材、どれが非構造部材っていうようなことを含めて、ちゃんと ST ブリッジデータを読みます。でこれが、今はユニオンシステムの SS7 から ST ブリッジに出すところが公開されてません。で今回ちょっと無理を言って、ユニオンシステムっていうところの構造一貫ソフト SS7 から ST ブリッジ、もうじき公開になるそうですけれども、これをちょっともろて、やってみました。でそれをレビットに読んだのが、こんな簡単な建物、3階建ての RC というと簡単なモデルですが、読んでみました。でなんであんなことができるんやったら、設定がいっぱいあるからです。柱はどのファミリーで読み込みますかとか、基礎張りはどう読みますかというような設定をたくさん、このダイアログが多分3つか4つあったと思います。でここで一般の人は引っかかりますね。何のこっちゃ分からへん、ファミリーって何やねんっていうことになるんですけれども、まあとりあえず変換したらできます。では変換後のやつを見ていただきます。で、変換そのものはやっぱり少し5分か10、場合によっては10分ぐらい時間がかかってしまうので、その様子は見ていただくことはできないんですが、で大事なことを今から言いますね。その ST ブリッジ読み込みは、レビットは2018は対応してません。17まででした、今のところ。でまずは2017を立ち上げてしまうということをしちゃったので、皆さん少し休憩しましょうね。で、読み込んでちゃんと表示できるよっていう話です。で、さらにということで、お話したかったのはこちらですね。鉄筋データもきっちり来ます。鉄筋データがきっちり来るということは、あのレビットで今非常に、以前からですけれども、ユーティリティとして優秀なのが、鉄筋データさえきっちり入った柱や梁があったら断面図が一発でできるよという機能です。柱梁の断面図が一発でできます。でこれが ST ブリッジ経由でもできるよということですね。で、悪口も後ろに書いてますけれども、もういけるかな。2017、こちらですね。 ST ブリッジテストです。
読み込むと、まあ、普通に表示がされますので3次元のモデルとして、まあ、こういうモデルです。非常に単純ですね。まあ、針性が非常に極端に小さいとかいうことぐらいかと思いますが、こんなふうなモデルを作ることができます。で、3次元のモデルでも、例えば構造標準といった先ほど言ったような、構造モデルが出ます。それから解析線分も、まあ、一緒に出してやると、いわゆる解析線分ですね、こういう濃度があって SS7 が解析上の中心、解析の芯として扱ったところがここに出てきます。なので、まあ、非常に構造設計者としては安心です。でそんなモデルが出来上がるということと、エクステンションを使えば断面図を作るというエクステンションがこちらですね、日本用のエクステンションの中に断面リストっていうのはこれも、エクチェンジストアからエクスチェンジストアからダウンロードして使うことができます。アリリストを作成ってやるとボンとこういうリストが一発、今これあえて FL ごとに分けてませんけれども、一定の書式で書く、この書式だと非常に日本的には安心しますよね。構造設計者も安心する書式です。で幅止めも入ったような形で、きっちり断面リストを作ることができます。でこれをあとはシートに貼り付けて図面として出すことができるという、まあ、非常に優れものです。ではもう一度今の 3D に戻って、これができるのは何でかって言ったら、例えば柱のプロパティを見てみると、タイププロパティを見てみると、これだけの鉄筋情報が入っているからですね。またゼロばっかりになってるから、あ、違う、入ってますね、柱フープの径は13で X 方向4本 Y 方向2本、フープピッチは100っていうようなことがちゃんと入っているから断面リストにすることができる。じゃあもうこれ完璧に安心やねっていうことなんですが、ということで、私の言いたいのは、断面リスト、今の断面リストがあったからといって鉄筋モデル、レビットというのは非常に優れていて、鉄筋というものを持っているわけですね。鉄筋というファミリーを持っているわけです。でこれを作れるんでしょうってよく言われるんですけども、こんなのは作れません。コツコツ自分でエクステンションを使って、やるのが精一杯です。でうちの事務所のアド設計の結構手が早い女性、手が早いって言ってそういう意味じゃないですか、動作をデビット上手に使える女性に、モデルを作ってもらいました。やっぱりこの鉄筋作るのに1週間かかりますね。こんなんじゃ話になれへんわけです。この程度の加工背筋小サイズって確認申請必要な図面ですけども、やっぱり1日で描けないとダメですと社長は偉そうに言うんですが、まあここには実は全部こうやって鉄筋が入っています。でこういうことですね。でこれはアプリケーションを使って、これもレビットエクステンションの中の、背筋というやつの中に、例えば柱に入れるって言ったら柱に入れるっていう、こういうダイアログが出てきますので、これを使って要素柱じゃないと怒られましたね。壁やったらいけるかな。これちょっとあの壁式構造なのでできないかもしれませんが、まあ、こういうツールがありますので、ただこれも外国製のツールなので、こういうことですね、壁筋どうするんや、差し筋なんたらなんたらなんたらっていうようなことを、まあ、自動で、決めていって OK をしたらある程度入れてくれると。といってもアンカーの部分ですね、なんかはきっちりしてくれないし、どっち向けて、例えば針のアンカーが柱に入ると上向けて曲げるか下向けて曲げるかということを決めなあかんわけですけども、それを自動でやってくれるわけじゃないので、まあ、とりあえずこれをベースにして、先ほどお見せしたような加工背筋詳細、軸組図のこういうものですね、書いていかないといけないと。これなんかは、鉄筋屋さんと相談しながら書きましたので、実際にオブジェクトとして、鉄筋の例えば段取り馬とかいうふうな鉄筋まで入っています。もちろん3次元ですので、干渉についてもそのままナビスワークス持っていかなくてもレビットの中でもチェックできます。ただし干渉チェックすると、こういう細物の鉄筋ですからほとんど干渉です。
当たってしまいます。それは構わない、構造的にも施工的にも構わない、なぜならこんな細いやつやからちょっと動かしたら済むぐらいのことやからというふうな感じです。ので鉄筋データがあるからといって鉄筋モデルっていうのは随分先の話で、息の長い話ですねというのが、まあ、多分現状やと思います。のでここでもやっぱりオートキャドの出番ですね。加工背景詳細図をオートキャドで丁寧に書いていった方がいいかもしれません。で次に、じゃあ私が今言ったように鉄筋モデルというのはアプリ使わないしゃあないのか。そうです、アプリを使ってくださいという話です。で、アド設計ではという話を少ししてですね、最後になります。古いです、レビットの2015、これなんですよ。別に受けを狙って壊してるわけじゃないんですけど、実際には私は事務所ではこれぐらいのディスプレイでやってるんで、2560×1280 なので、こんだけやっても左3分の1ぐらいしか並ばないんで、普段は気づかなかったんですけど、さっきあの席で隣の人に笑われて思ったんですが、今我々はプレキャストの仕事を少しずつするようになってるんですけれども、こういう面倒くさいプレキャストですと背景があります。何かって言ったら、ホストテーションケーブルとかいうのはこう斜めにギュッと入ってきて上がってくるとかですね、それが他の背景と当たらないようにするとか、まあそういういろんなことをしなければいけないんですが、これを実際に柱についても梁についてもモデリングするというのはもうとっても大変です。のでアプリケーションを使いましょうと。でレビットには API ということでプログラムを作ることができますので、これは自販芸なんですけども、この針に鉄筋ケーブルを与えましょうと。でデータは構造計算に基づいて Excel なり XML っていうやつにファイルにしておいて、ここでファイルを何か読んで、で、例えばこの針っていうふうにしておいて、ちょっと今どれか分かりませんけど、こういう、後打ちの部分が上に出てくるような針だよっていうことで OK ってやると一発で入ると、斜めのケーブルも入ると、肉厚は今つけてませんけれどもっていうふうなアプリケーションがないとやってられません。一生懸命手でコツコツとやるっていうのは無理なんで、コンピューター使ってるので、ぜひそんなことももし会社で使うならば考えて、上司なりシステム屋さんに頼んで、システム屋さんなら割とこういうことできますので、こういうことは自動化しないと、我々がやってることはやっぱりものづくりなんで、自動化する部分はどん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 自動化していくというスタンスでやるべきだというふうに、まあ、私は思いますが、で、そういうことをやればビームによる働き方改革というようなことも普通にできると思います。で、レビットからオートキャドへ図面を書き出して、出来上がると。で今日は、実はこのビューポートの位置がずれてる時に、オートキャドですよ、で通り芯が取ってない時にどうやったら揃えんねんっていう話をしたかったんですが、時間が多分ないのでこれはやめておきます。オートキャドのコツということでまたします。で、E メールでここありますので、ここ写真撮るとこですよ、こちらを送っていただいて、あるいは連載記事で今日話したようなことも、大塚商会さんの、実務者のためのキャドドッグ本というようなことで、今来月か再来月には ST ブリッジの検証結果も含めて、出す予定ですので、ここを見ていただくと今のビム、今のオートキャドがよく分かるようにしているつもりです。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。